アラバスタに隠された古代兵器プルトンを狙うクロコダイルを止めるため、コブラは地下聖殿を崩壊させる仕掛けを発動させ、だがクロコダイルは岩盤を砂に変えれば自分は脱出できると嘲笑う。その時クロコダイルを追うルフィが現れ、そして総裁殿の中で最後の戦いが始まった。しかし蓄積されたダメージに加え毒針まで受け、ルフィは満身創痍。それでも立ち上がる姿にさすがのクロコダイルも動揺を見せる。この俺を誰だと思ってやがる。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。激突する両者の大技、吹き飛んだのはルフィのゴムゴムのストーンを浴びたクロコダイルだった。ビビの祈りが天に届いたかのように雨が降り、両軍が争いをやめて空を仰ぐ。その後バロックワークスの悪行を目撃していた少年の証言によって、アラバスタの人々は自分たちが騙されていたことを知る。かくして戦争は終わり、クロコダイルは桜花七部会の称号を剥奪された。